はい、どうも石原です。ということで今回の動画では iPhone15 シリーズのケースがすでに売ってるとかやばいでしょという最新情報についてご紹介していきますので、動画の方最後までご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。そしてこのチャンネルでは2023年最速の iPhone15 のニュースや噂、新型 Apple Watch とか iPad Pro などの Apple の最新情報に加え、実際に購入した iPhone やガジェットのレビュー、さらにはおすすめの商品紹介などの動画を投稿していますので、サクッとテック系ニュースをチェックしたい方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では iPhone15 シリーズのケースが売ってるとかやばいでしょということなんですけども、これは海外メディアの WCCFTech が報じた内容なんですけど、なんと iPhone15 シリーズのケースがすでにアリエクスプレスに出品されているということでね、実際の画像なんかも出てますので皆さんにご紹介していきたいと思いますし、まあ、動画の中では実際にアリエクスプレスの中で iPhone15 のケース探していきたいと思います。で、実際に Twitter ユーザーのアップのリーカーの方々がこのようにもうねリークしてました、もう出ちゃってるぞみたいなところを、まあ、リークしていました。で、 iPhone15 Pro の、まあ、ケースの、ね、項目がありますね。お、 iPhone15 Pro ケース売ってんのかよというところでございます。はい、で、ガラスフィルムも売ってたりするし、どうなっているんだということなんでございますけれども、まあ、そんな中実際に手に取ったというユーザーもいらっしゃいます。はい、これはルイス・ロイというツイッターユーザーの方が実際にこれほら iPhone15 Pro って書いてるよ、はい、ケースをゲットしたよみたいな感じで、はい、こんな感じなんですね。はい、iPhone15 Pro のモックアップと思われるものに対して iPhone15 Pro のケースを装着している画像になっています。いや、これカメラのね、このバンプ、今まで僕もモックアップの画像とか動画っていうのは皆さんにねご紹介してきたと思うんですけども、いやどうでしょう、 iPhone14 Pro と同じくらいのような気がします。うん。これを見る限りは、うん、変わってなさそう、サイズ感的には、うん。で、iPhone15 の標準モデルも漏れなくございまして、このようにね、15 あります。こんな感じで。まあ、2眼っていうのはね、ある。だからこのケースがすでに発売されているということになっているので、じゃあ、石原もさ、アリエクスプレスに売ってるんだら、買っちゃいましょうよっていうことで、早速アリエクスプレス見ていきましょう。はい、こちら、アリエクスプレスでございます。もうね iPhone14 Pro、 はい、ここにねちょっと一回けんおーっと出ましたが、出ましたが、これはどうなっているんだ、ちょっと見えづらいから、あー、このちょっとちっちゃすぎたかな、ちょっとちっちゃすぎたかもしれない。はい、見ていきましょう。iPhone14、はい、13、ですね、iPhone14、13、14、13、14、13、4、ん？なんだこれ？あ、これ全然違うやん。はい、こんな感じで、13、14はある。15はないのかな？あ、こう見る限り、15が、なさそうでございますね。ちょっとここをプロ外して15にしてみましょうか。はい、どうだ、ありましてないな、ないですね。うん、これを見る限り、ないですね。14のこれ純正シリコンケースがこんなに安いとか、ちょっと僕は買えないな、これは。どうなってんだ、これ純正ケースですよね、完全に。ほぼ、これ見てください。76% オフ、2025円。8400円が 76% オフ。これマジなのか？これちょっと別の動画になるとは思うんですけど、これ一回買ってみようかな。僕、アリエクスプレス使ったことはないんですよね。うん。まあ、仕事で、ちょっとこう、企業案件みたいな形で来たりするんですけど、まあ、ちょっとね、どうかなっていうところで、お断りはさせていただいてたりするんですけども、
ちょっとこれ自分で一回買ってみようかと思うんですけど、やっぱちょっと怖いですよね。住所とかクレジットカードをやっぱ登録するっていうことになるんで、怖いなーっていうのはあるんですけど、これ純正ケースでしょ。完全に純正ケースですよ、これ。14 Pro。ほら、プラス。え、プラスもあるの？変わらないの？あ、変わった。あ、変わってない。なんかちょっと怪しそうな感じがします。はい、ということで、アリエクスプレスにはもうすでにね、iPhone 15ケース、まあ、表示されて出品されていたようなんですけども、今、現時点では、確認できないという状況になってきました。これ Amazon もそうなんですけど、 iPhone 14の時とか 13、12もそうなんですけど、ちょっとね若干早めにね発売したりするんですよ、1週間2週間ぐらい前に発売したりするんで、まあ、ちょっとちょくちょく僕チェックして、iPhone 15の、そのケースが発売されたらちょっと買ってみようと思っておりますので、その辺もねちょっとねお楽しみにお待ちくださいということで、まあすでにこのように iPhone 15のケースが流通しているわけじゃないけど、まあある一定条件を満たした方、まあ早めに手に入れたとか、まあ友達とかそうサプライヤー関連なんでしょうね、手に入れてゲットして、まあショップ店員か分かりませんけど、すでに15のケースはもう作られているということになっていますので、まあ、もう本当に普通に販売してたらやばいでしょっていうぐらいだと思うんで、さすがにまあ話題になったら、まあ、発売をちょっと一旦中止みたいな停止みたいにしてるんだろうねっては思うんですけど、まあ、まあ闇深いところでございます。はい、ということで今回も最新の iPhoneApple 関連のリーク情報なんかをお伝えさせていただきました。iPhone 15を買おうかどうか悩んでいる方、今 iPhone 14 Pro を買った方がいいのか、13 Pro がいいのか、いろいろね、iPhone の選び方悩むと思います。そんな方々にはですね、個別でご相談乗っていますので、まあ、概要欄からテック付き石屋さんの LINE 公式を友達追加していただければ、まあ、日頃の iPhone の悩みであったり、iPhone とか Mac、Apple 関連のデバイスについては石原も本当10年以上もう数々の Apple 製品使ってきておりますので、何か個別でね悩み相談受け付けておりますので、ぜひ概要欄からテック好き石原さんの LINE 公式友達追加お気軽によろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。